貫き通すは我が信念。より推し城を水攻めにし屈服させる。島に残る兵は速やかに帰陣せよ。来たる秀吉様の天下を知らしめ北条を振幅させるための戦、圧勝して当然。万が一にも本陣を危険にさらすようであっては困るぞ。天下を示すのだ。急げ。このままじゃお城が全部沈む。お任せを。じゃう。何が何でも堤防をぶっ壊すのよ。泉、ここはあんたが頼りよ。堤防の弱そうなところを破壊してちょうだい。解剖。テーブルに穴を開けられては終わりだ。この愚行を押しとどめる。やってみせる。兵力が豊臣には。速やかに堤防に群がって敵を一掃せよ。一面の水浸し。こっちはお手上げか。よし、坂巻、丹波、お前らの出番だ。この水では敵も進めまい。おかげで堤防を壊す時間はたっぷりあるぞ。幸恵、頼んだわよ。堤防が壊れるまでの間、民を守って。開門。水攻めを逆手に取られただと。バカ。今はまずあの若者を撃つことだ。呪い包みを壊して。帝王は崩れる。あとはお前たちの力で踏ん張ってくれ。く、我らは天下の軍、民に手は出せん。全軍帝王より退避。兵の安全を確保せよ。
天下の軍というのは厄介なものだ。急げ。水が引いてく。お任せを。お任せを。お任せを。やったー、作戦成功よ。棚田の位置、よし、この木に豊臣を押し返せぞ。全軍縦に分かれて進軍しろ。開門。みんな張り切ってるわね。それなら私は本陣を守る。待ってカイ、私も行く。お父様が築いた関東の平和、一緒に守ろう。後手に回ることになるとは。これではこの戦の意味がない。三つ野、俺が単身で敵に聞いてその間に軍を立て直せ。それではダメだ。豊臣の戦で堂々と勝たねば。このしょんぼりさんめ、我ら同志がいることを忘れたのか。敵は貨幣、勝機は十分にあります。力を合わせ敵を押し返しましょう。ここまで共に来てくれたことを感謝する。本軍を四条に突撃し、豊臣の勝利をつかむぞ。豊臣の大軍、何するものぞ。いざ、北条の結束を見せるのだ。やってみせる。家族のため一丸となって戦うが北条の精神。小田原から援軍に参りましたぞ。ありがとう。一緒に戦おう。任せて。真田の一座、ご覧あれ。破れようと流れはまだ豊臣にある。いつもの勝ち方一つに理想を貫こうとするのだ。その危ういほどの潔さが皆を引きつけ、だが同時に弱みがある。お仕置きの時間。小次郎を落とすのにここまでの犠牲を。大将らしく前を向け、三成。